所沢市立所沢中学校は、所沢敷屋き台にある公立中学校。1947年4月1日所沢町立所沢中学校として、所沢小学校内に創立1947年5月3日、開校式を実施1947年5月3日、講演会を結成1948年1月12日、PTA を 結成1948年6月10日交渉を、制定1949年12月22日後期を、制定1950年11月3日、所沢市政施行。所沢市立所沢中学校へ、名称変更1958年1月1日体育館を、設置1958年1月1日校歌を、 制定1960年3月10日図書館を設置1964年5月14日給食を開始1967年8月3日50メートルプールを設置1967年8月3日体育館を設置西所沢1から2丁目金山町元町小峠町東町三幸町朝日町,町日吉町西の宮一から2丁目 宮本町1から2丁目、西新井町、有楽町、北有楽町、泉町、北町、欅台2丁目、楠木台1丁目、楠木台2丁目1から13、楠木台3丁目4から7、所沢小学校、明豊小学校、新新小学校駅商業施設公共施設西部、新宿線航空公園駅より750メートル、 所沢市立小中学校通学区域一覧表、ありがとうございます。